この祭りでベスト16位。そうですね、引き続き3回戦へ参ります。準備しておいてください。はい、じゃんけんです。はい、じゃあこのままいきましょう。ビートは先ほどと一緒です。参りましょう。先行エネミー後攻両フクロまで行います。レディーファイト。今日マイチェックから始まっていく、また両フクロまと勝負、またまた戦勝で暴れに行くのはどっち、わからねえけれども分からすだけさ、またまた言葉吐き出していくだけで物足りますないさ、また腹いっぱいにさせてくれ両フクロな、言葉のチョイス今度頼むな。大丈夫っすか、テンパってんじゃねエネミー、俺のエネミーらしい、俺に相対する、お前に対する言葉開いた口塞がらない、泣いたんでいいつまでだって回ったまんま、まんま裸ん坊のまんまの言葉をまんまの時間だガキは帰りな。経験はまんまじゃない、せぞり手の言葉こだわりがある、そういうものさまざま言葉吐き出していくだけ、悪いことない俺も口開いたもの塞がらないな。そう吸うもの、へえ、またま呼吸を合わせていくだけ、ビートとの勝負、また魂の男との勝負。ビートの勝負じゃねえ、俺とお前と一対一の勝負、これがボクシングならありえねえ、言葉のウェイトに差がありすぎる、お前ブンブン飛び回るジュニアフライ級、俺ならガードの上からでも一発でぶっ飛ばす、見たまんまスーパーヘビー級終了。まずは判定です。いきますよ。先行エネミー後攻呂布カルマ、勝者呂布カルマ、エネミーに拍手お願いします。鳥肌だったね。やば、うん、あーってなったんですよ。